最後にちょっとまた話が変わるんですけども、はい、まあ、現在大阪市内も大雨警報がまだ出されているかと思うんですが、現状の被害状況の報告とかあればというのと、まあ、今後の市の対応、市民への何か呼びかけがありましたらお願いします。昨日から予想されていました、やはり昨日の夜から本日にかけて非常に雨が全国的に発生しています。線状降水帯も発生してですね、これからまた夕方にかけて雨量も増えていきますので、どうか皆さん今一度周辺のことやですね、雨に対する対応というのは考えていただきたいと思いますし、大阪市におきましても警報が発令したときに情報連絡体制の4号体制ですかねを敷いております。今時点で人的被害、物的被害という報告はありません。今後もしっかり注視していきたいと思います。ありがとうございます。はい。